NHK をぶっ壊すということで、令和6年2024年の7月の17日16時08分であります。さあ、先ほどの動画でも作りましたが、もう大津逮捕は時間の問題という状況になってきております。まあ、当然ね、刑事さんがどのような話をしたのかっていうことについてはあまり深く言うことはできません。これからどういう捜査が進んでいくかについてまではちょっと言えませんけども、もう大津彩香が逮捕されることは僕はもう今日の刑事さんのとの結構大で確信しました。でですね、じゃあ量刑についてどうなっていくのかっていうところをもうかなり先走ってますけども、ちょっとお話ししていきたいと思います。で、昨年の5月10日にですね、大川、大津彩香投手ですね、大津彩香投手、秘書の大川博史君、そして、幹事長の黒川敦彦、去年の5月の10日ですね、我々が闘争会を開いた、多くの方にこの参議会にお越しいただいたあの日の午後ですね、お昼過ぎにこの3人が記者会見をしていました。で、この記者会見ではですね、黒川敦彦や、大津彩香、そして大川博史がですね、立花は間もなく逮捕されるということを記者会見で言いました。僕はあれから逮捕されておりません。ちなみに、大津彩香に対してですね、昨年の5月10日私が逮捕されるというような名誉損する発言をしたことについては、来月8月の7日13時30分から東京地方裁判所419号法廷で、民事裁判の判決が出ますということでね、こいつら人が逮捕される、立花が逮捕されるという時ながら、お前ら全員逮捕やないかという話でちなみに後ろで斉藤君いますけど、斉藤君入る？いや、斉藤君もそういえばさ、大津に去年の11月にさ、会った時にみんな逮捕されるって言われたよな、大津に。いや、めっちゃ言われましたよ。言われたよね。なんやったら言ってたよな。美香さんまで逮捕されるっていうことを、ね、ということを大津彩香が言ってましたので、遅くない、事故ですけども、斉藤健一郎参議院です、よろしくお願いします。でですね、ちょっとまあこれもう皆さんちょっとレベル低いところっていうか、ワイドショーネタぐらいであれすると、まずこの大川博史君ですね、まあ今は大津彩香のお父さんに訴えられて、僕と訴えられてるんで、今一緒に裁判戦ってるんで、まあ今はまあ仕方ないというか、まあ彼は反省してるんで仲良くしてますけども、大川博史君は逮捕されましたね、今年になって1月かな。彼は名誉毀損で逮捕、名誉毀損で逮捕ですよ。で、罰金刑、いくらかな、10万か20万か30万か忘れました。で、その後も実はスピード違反で彼ね、逮捕はされてないんですけど、起訴されていて、懲役3ヶ月執行猶予2年という判決があったということで、まず大川博史君、逮捕有罪と。次、黒川敦彦君ですね、4月の東京15区選挙妨害、自由妨害ですね。で、今逮捕ですね。これで彼今3回目の逮捕なのかな。まあもう一回間違いなく逮捕されると思ってるんですけどね、僕に対する名誉毀損と。で、黒川君はもうこれ3度逮捕されてるんで、ほぼ2ヶ月まあいわゆる銃の身から銃の身に慣れてないんですけど、彼は今無罪を争っているので、名誉毀損の方も無罪を争おうとしてると思われますので、彼の量刑は実は4年というのが選挙の自由妨害で、さらに名誉毀損というのが入ってくるので、これ併合罪といって、4年 ×1.5 の6年、黒川君はマックス6年の裁判をこれからやっていく、量刑マックス6年。ただ、まあ、黒川君の場合はもう前代未聞の、そもそも 4年の量刑が短いぐらいというような妨害行為がありましたから、まあ、複数の全部で15はあるということなので、まあその辺を見て僕は黒川君はやはり無罪を争うということなので、6年ということに対してはやっぱり実刑懲役2年あるいは3年の実刑になるのかな、まあ、マックス下手したら4年5年の実刑もありうると。社会的に影響が大きいのもそうだし、彼はもともとこれは悪くないと言っているので、反省の余裕がない人に関してはまあ、5年ぐらいの懲役刑が下されるかもしれません。ちなみにガーシーは謝ったでしょ。そうですね、ガーシーはもう謝罪して謝罪して、もう僕はしませんって被害者にも謝ったから、懲役3年執行猶予5年という、まあ、ギリギリのところで止まったんですよ。でもガーシーも人を傷つけたりとかね、いわゆる人を殴ったりとか、そういうことしてないんですよね。だからさ、いわゆるなんていうのかな、人を殺したり傷つけたりしてなくて、
3年、執行猶予5年ということなんで、ガーシーは自ら改め罪を認めていて謝罪しましたけど、黒川君は謝罪しないということで、僕はやっぱ実刑になるかなと、なると思います、これは。一旦出てきますよ。一旦逮捕から保釈が通って出てくるとは思います。一応政治犯なので、出てきて、なんだろう、別にその他の罪を犯すことは多分しないと思うので、出てくるとは思いますが、最高裁まで争って結果としては実刑になるかなと、まあ実刑食らうかどうかっていうレベルですね。さて、間もなく逮捕される大津山さん、これ間もなく逮捕されるとはっきり言ってます、うん、なぜかというと、まず構成要件が1個足りない、うん、はい、破産開始決定が確定したらってなってますね。まだ確定はしてないんですよね。最高裁の決定、うんうんうん、最高裁の決定というのは期日が設けられるわけじゃなくて、うん、突然やってきます、うん、突然郵便が送られた84円切手が84円かな、普通郵便で、うん、これ客ってくるんです。 そのスピードです。そのスピード、そんな感じです。だからいついつ裁判所に、最高裁判所に来てくださいって言うとひっくり返る可能性がある。まあ、こっちとしてはそれを把握できるんですか。いやいや、もうだから基本的には郵便が来て終わりなの、うん、もう高等裁判所の話で決まりなので、うん、いちいちいつ来てくれとかじゃなくて、うん、はい終わりましたっていう、うん、手元に行くんですよね。うん、苦しい、こっちに行くし、こっちっていうのは、うん、あ、そうそう、だから村岡先生とかに、うん、まあ、村岡先生、うん、広井さんのね、うん、代理人、あるいは広井さんのところに行くと、うん、でこれはだからX で言えばそこになりますね、うん、でもうすでに大津側は戦う意思をもうツイッターで、いわゆる X で発表しているので、破産法と政党助成法がうんぬんかんぬんと彼女は言ってますが、うん、もう誰がそんなこと言ってるのと、うん、少なくとも幹事の豊田弁護士とかの意見を聞いたらいいんだけど、僕は昨日の債権者集会で感じたのは、うん、もう大津彩花と豊田弁護士は完全にお前犯罪者、俺は知らんみたいな、うん、まあ、もうお二人いなかったですけど、うん、もうだって1800万以外に安いの弁護士を、あそこで明確になった、うん、丸1年間やったんで、うん、去年の6月から丸1年間やって、うん、1800万、まあ、他の弁護士もいるんで、うん、1500万ぐらいなので、うん、で俺の様子感覚では豊田弁護士意外に安くやったな、うん、これ以上取るとやっぱり危ないと思って、うん、で最近は全然豊田弁護士から前まではね、トヨタ、まあ、例えば大津を街中で見かけて追いかけて撮影した時は、うん、トヨタ弁護士の事務所からファックスでやめてくださいって来てたんだけど、例の都知事選の時に大津に金返せっていうポスター貼った時には、トヨタ弁護士の方から何も来てないんですよ、ね、で今回もこのようにもうあなた逮捕されますよってなことを言っていても何も来てない。つまり、まあ、大津なんかは完全に井戸の切れたタコのように、うん、もうおそらく豊田弁護士の言うことも聞いてないだろうと思います。でですね、彼女の量刑、もう逮捕、ハテナとしてますが、まあほぼ 90% ぐらいの確率で逮捕されると思います。で、いつかというと最高裁の決定が下されて、その後になりますが、決定があればおそらく1ヶ月もかからないでしょうね。はい。で、これぐらいかったら2ヶ月から3ヶ月ぐらいかもしれないし、とにかく最高裁ってわからないですよ。もう1ヶ月で出す時もあれば3年ぐらい寝かす時もあったりするんで、ただこの事情が事情だけに、もちろん破産ということなんで、特に広告なので、どんなに長くても3ヶ月ぐらいかなと。で逮捕されると思います、もうほぼほぼ間違いなく。で彼女の場合、量刑は破産詐欺罪という10年、うん、プラス最近ですね、岩井のじいさんがまあ変にやっちゃったんでね、ちょこちょこちょこ、岩井のじいさんがビラ配ら、ビラじゃないわ、ビラも配ったんだけど、うん、いわゆる署名、うんうんうん、あれが懲役1年以下なんですよ。まあ禁錮1年か、ね、禁錮1年以下、はい、でもう証拠ばっちり残ってるんで、何人もって書いてるので、大津彩花さんが選挙期間中に、反対の署名活動、うん、NHK から国民を守るとのポスタージャックに反対する署名運動といいます。公職選挙の138か6条の 2項ですね。でそうすると黒川君が選挙の自由妨害罪と名誉毀損でかける 1.5 のようにですね、併合罪になってですね、この10年かける 1.5 倍になるという、15年、マックス15年になります、うん、ここポイント、マックス15年です、うん、で金額が、昨日大津彩花に金を返せと管財人が言った額が7200飛び3枚です、
で4100万円のおそらくお父さんのと、うん、あと知り合いの会社に振り込んで、まあ、4150万円もとにかく真っ黒です。でさらに、2000万円の大津彩花の代表している大津彩花後援会という政治団体を含んでも真っ黒です。この2つだけでも6150万円、それ以外に人不明とか現金を返せと言われて総額7203万円と。でそれ以外にもまだ疑いがあるというところでマックス1億1800万円までドーンといってしまいますと。で7000万を超えてくると過去のその逮捕とかを見てるとあのこれでね破産詐欺罪でやってるともう問答無用で逮捕されてます。なるほど。もうさすがに金額がでかい。そうですね。で犯罪に代償があるのかって言ったらあるんです。これは政治資金規正法がそうなんですよ。だから3000万4000万円を不記載の人は起訴されたり有罪になってる。でも数百万円の人はまあ起訴猶予処分になって、まあ、不起訴になってるということからすると大津のやってしまったすでにやってしまっている7203万円からおそらく1億1800万円まで、まあ、この間に詐欺の金額が確定してくると。でもう5000万4000万でも逮捕されてるんで7000万超えてくるともう逮捕されてかつ起訴されるかつもう一個の方があるんで、で1億超えてくると実刑じゃないかな。でがまあこれ正直悪質なんですね。決してそのなんだろうな、だからちょっと間違ったとかそういうレベルじゃなくて、もうすでに関西人は4月の段階でお金返してくれと言ってる、うん、でも大津彩花はお金を返さないと言ってる。争う、これは犯罪じゃないんだ、政治活動の自由と、うん、破産法ですよね、いわゆるお金を貸した人を、うん、ね、お金を返さなきゃいけない、支払わなきゃいけない人の権利と天秤にかけて、それは政治活動が優越するんだみたいな、まあ、むちゃくちゃなこと言ってるわけ。これむちゃくちゃなこと言ってるっていうのは憲法で表現の自由があるからって言って、うん、じゃあね、大津彩花、お前はなんとかだ、いわゆるまあなんとかだって言われる、まあ、大津彩花から言うとまたややこしくなるんで、でも、誰々さんは、を殺すとか、脅迫罪ですよね。誰々さん死んでしまえ、侮辱罪ですよね。だから、いくら表現の自由があるからといっても、名誉毀損をする、事実もこのことなんか言ったら捕まると一緒で、政治活動の自由だって当然公共の福祉の中でやらないと認められない。だから、僕は彼女のこの7000万円を超えるものでおそらく逮捕がまずされると。要するにここの金額に対して大津が SNS で言ってることっていうのはもう完全にふざけんなっていうことを言ってるんですよね。私は何も悪いことしてないというような主張をしてるっていうことで、大津さんの中で大津彩花の中の理屈であるので、うんうん、もう完全にはもう決定してるんですよね、はいはい、もうこれ返せと言ってる、ね、そう、もうそれ返せっていうのも文章で返せと言ってるので、うん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 、これを返さないという段階で、うん、あるラインを超えるともう関西人としても告訴せざるを得ない、うん、まあ、関西人は告訴、我々は告発ということで、うん、村岡弁護士がまあ告発ということで今日先ほど意思表示してきたんですが、まあ、これもね、あの本当は言っちゃいけないんだけど、あえて言うとですね、これやっぱり麹町が逮捕していいんですかね言っていいんですかいや、麹町が逮捕していいのか、うん、やっぱりこれは東京地検特捜部案件じゃないかと、うんうんうん、いや僕もそう思いますって言ったんです。だって国政政党の代表者が政党のお金を詐欺をしたっていうことは前代未聞でありですね、所轄で扱うような案件ではなく、まあ少なくとも捜査二課、いわゆる本部であるとか、あるいは東京地検特捜部がそのままやるべきものじゃないでしょうか。だから破産、国政政党を破産させた上に、うん、さらに詐欺行為があるということですよね。そう、まあ、破産させたことは、うん、今の段階では何か罪になるっていうのは、うん、法律上はない、うん、見当たらないんだけど、うん、破産が決定されたというか申請された今年の1月18日、うん、彼女がそれを知ってから1月の30日にお父さんの会社に1500万振り込んだとか、1000万円を、うん、まあ、プロモーション代ということで振り込んだり、ね、あとは小口現金といって、うん、現金で、その前に引き下ろししてたわけですね、うん、そのお金がどこに行ったか分からない、うん、まあ、1650万円は現金で払った、まあ、普通では考えられないでしょ、今の商取引で
1650万円現金ではいどうぞって渡して領収書もないっていうね。まあどんだけ、まあだから内容がとにかくエグいんです。まあ彼女は証拠隠滅もしようとするだろうし、海外逃亡する可能性もあるでしょうから、金額も大きいので逮捕と。で、じゃあ逮捕の X デーっていつですかって言ったら、最高裁の、まあ、破産決定、破産申し立てに対して、東京高等裁判所が出している判決を最高裁判所が支持する。つまり、却下をする。まあ、棄却かな。棄却が却下になります。でその時点でもう最高裁の場合は、即日確定しますから2、3日以内かな、まあまあ、とにかく即日か、それで基本的には終わります。1週間以内には確定するので、最高裁判所の判決が出て1週間後ぐらいかなが確定日になると、確かなるそのはずなので、その辺になってくるともう逮捕間近ということで、僕は量刑的にはこの以外にも出てこなければ、今のまあ7000万円ぐらいで、あと選挙の署名運動の禁止の1年以下の禁錮、あとはあれもありましたから、 NHK 党は、裁判された人の救済してないっていう虚偽の通知ですよね。いわゆる海洋大学出てないと一緒で、選挙中に嘘の情報を、まあ、ばらまいたことっていうのも罪としてはあります。あと、この金額には基本的に含まれているんですけど、詐欺や窃盗もありますね、3月14日付で彼女は自分の、まあ、政党のお金を動かしていけません。犯罪人に代理権というか代表権というかね、お金を動かす権利が移ると分かっていながら、3月15日に291万円のお金を動かしているのが、これが、まあ、いわゆる横取りですね、窃盗になるというところで、まあ、窃盗罪も入ってくる、まあ、窃盗ちなみに10年なんでマックス。要するに人のお金を使ったということですよね。そうそう、もう自分に権利がないので、窃盗になりますね。いわゆるもう、3月14日の3時の時点で、このお金はもうあんたが使っちゃダメですよって言われてるのに、うん、いやいや使えるじゃんって使ったわけですね。まあ振り込みに使ったようですけど、うん、まあ、3月15日翌日にこれはもう使えなくなると思って慌てて使ってると、うん、まあ、警備会社に支払ったりとか、うん、あとは強制書士かな、うん、司法書士かどうか払ったようですけど、ダメに決まってるじゃん、そんなことしたら。でもそれが分からない人なんですよね。まあ、いずれにして僕は大津彩香はここも気に、まあでもこのまま彼女が無罪を争えば実刑食らうんじゃないかなと思います。罪としては大きいですよ。これ本当に政党助成金っていう血税から出てる原資をですね、やっぱり1億円近く、もう1億円超えると基本詐欺は実刑、初犯でも実刑と言われてるんで、まあ微妙なところですけど、まあ別の罪との併合で、僕は大津彩香の逮捕はほぼ間違いなくて、量刑にしたらやっぱり 2,3 年は食らうんじゃないかな、実刑でね。執行猶予になるか実刑になるかの瀬戸際で、僕は 2,3 年食らうと思いますよ、実刑になることです。要はやっぱりちょっと社会的に知恵高くて反省してないということですね。でちなみに僕が2年6月執行猶予4年なので、僕が何をしたかっていうと、まず中央区議会議員で当選した二瓶君が NHK 党を裏切ったということで、お前は中央区歩けないようにしてやるって言ったね。それは中央区の人に、この人 NHK から国民を守る党で当選したのに、もう1ヶ月2ヶ月の間に NHK から国民を守る党っていうのをやめる、それを中央区の人に言ったら中央区くらい歩けないでしょという意味で言ってるんですけど、これがまず脅迫と。別に手出したり金を起こすとかしない、脅迫なんです。であとは NHK の集金人からもらった個人情報を、まあ、それをあげるって言ったからもらっただけの話で、それをカメラで撮影した、これが、不正競争防止法違反っていうものです。でこの NHK の個人情報をもとにこれをばらまくぞということを言いながら、 NHK の会長に向かって NHK の放送センター前で、会長直接話しようよ、ね、詐欺、特殊詐欺の被害出てるんだから、これ待ったなしなんだから、国会議員、当時国会議員でしたから、国会議員じゃなかったか、まあ、辞めてすぐでしたけど、直接話しましょうって言ったことが威力業務妨害、この程度で2年3ヶ月執行猶予4年なんですよ、うん、ある意味この程度でしょ。人を殴ったりお金を不正に取ったりはしてないですよ。あくまでも政治家に対して理不尽なことしたからお前がにせよと言ったこと、そして NHK の会長に向けて面談を求めたことで懲役2年執行猶予4年と考えると、彼女は党の債権者を騙しというか隠れて、党の本来の破産財団が
持ってなきゃいけないお金をですね、約1億円ほど、まあ、分かってるだけで7200万円を外部に、まあ、散財させたとか、まあ、戻させたと、まあ、これがね、もちろんお金が返ってくれば罪も軽くなるでしょうけども、これ多分もう返さない気でしょうね、うん、だってもう3ヶ月4ヶ月前に指摘されてるのに返金してないということは、まあ、少なくとも供託するべきだと思うんですよ、破産財団に渡さなくてもね。でも彼女はこれが自分のお金だと、自分が使ったことが妥当だと言い張ってるので、おそらくもう犯罪になったとしたらもうこの金を返さずにもう臭い飯食ったろうぐらいの感じだと思いますね。だからそういう意味ではこれを弁済できなければ僕は実刑あり得るとということでね、まあ、もう特にね、8月7日の裁判、これも判決が出ます、大津、もうやってることむちゃくちゃなんで、まあ、これも勝てると思います。これ勝つと、ある意味名誉毀損でさらに、大津に対して、告訴もできるということになってきますので、まあね、楽しい話では、全体としてはもちろん楽しい話じゃないんですが、ただ、もうとにかく大津が嫌いで、ムカついてっていう人があまりにも多い。その人たちがストレスが発散されるというか、まあ、イライラするっていうのは非常に良くない、精神衛生上良くないので、やっぱり大津が逮捕されて、裁判で実刑になって刑務所に行くっていうのは、多くの方が癒される行為だと思いますから、我々はそれに向けて、まあ、その後のちょっと代表権とかも、大津が逮捕されたからで代表権がなくなるとかじゃないんで、まあ、その辺は法律の改正をちょっと進めていくということはしなきゃいけないなと思ってます。例えば、逮捕されても立候補はできますけど、刑務所に行ったらもう立候補もできないし議員もできないんですよ。だから刑務所に行ったら党の代表者はできないみたいな法律は一本作るのは 大事なことかなと思います。ということで何かある？特にないから、はい、ね、まあ、もう逮捕、うん、逮捕有罪、うん、逮捕これから裁判、もうすぐ逮捕と、この3人は立場が逮捕されると、はい、去年の10月あ5月の10日に言ってた、そうですね、それに対しての判決が8月7日ということで、悪いことをしててもね、時間とともに追い込まれていくということです。ということで終わります。はい、NHK をぶっ壊す。